文学 YouTuber のチャンネル。はい、ここでシャーロック・ホームズシリーズのお決まりの流れというのを見ていきましょう。私が勝手に5つのプロセスにまとめていったんですけど、まあ、もちろんその全てが全てこの型に収まるわけではないんですけれども、おおむね大体この流れです。まずプロセス1、ホームズの事務所、この 221B ベーカーストリートですね。ここに依頼が来ます。どんな依頼かっていうと、今見た第1作目のヒーローの研究みたいに、警察が捜査に行き詰まってしまって、事件がもう迷宮入りです。どうかお知恵を拝借させてくださいみたいな感じで、警察から依頼が来る。このパターン結構多いです。それ以外だと、この事件の当事者ですね、直接事務所に赴いて、ある事件に巻き込まれてしまって、とても困ってます、助けてください、みたいな形で依頼に来ることもあります。で、ここでよくあるのが、その事務所にやってきた依頼者に対して、ドア開けて入ってきた瞬間ぐらいのタイミングで、ああ、なんとかおさらしたなんとかさんですね、みたいな感じで、わかります。さっきドクター・ワトソンに対して、シャーロック・ホームズがアフガニスタンから帰ってきたんですねっていきなり言うみたいな、ああいうことをやるわけですよ。で、依頼者を驚かすっていう、このくだり結構あるんですよ。なんでしょうね、ここがすごくやっぱ面白いですよね。こう、漫才で言うと、このつかみみたいな感じ。最初の段階で、うわ、面白いって思わせる、そのつかみのところは、この依頼者にいきなり推理を披露して驚かせる。なに、大したことじゃないですよ、みたいな感じでね。まあ、この人を食ったようなシャーロック・ホームズの態度は結構魅力なんですよね。そしてプロセス2ですね。推理、調査、現場検証も。まあ、依頼者から事件の概要を聞かされたホームズは、そこから推理を働かせて、もう早いとこの段階で、ほぼもう事件の本質的な部分まで推理し終わっちゃってる時もあります。まあ、一通り依頼人から必要なことを聞き出した後に、依頼人が事務所去ります。横にサポート役的なね、ワトソン氏に、まあ、あとはこれこれこういった情報が必要だから僕はここに行ってくるよ。だから何時にここで落ち合おう。あるいは、じゃあすぐに現場に向かおうみたいな感じで、ワトソン氏と一緒に現場に向かうとか、そんな感じに話が展開していきます。で、次のプロセス3、犯人おびき出し、対決っていうことでね、シャーロック・ホームズは推理とか調査をしていく中で、犯人を割り出した後は、それを、例えば側近のワトソン氏とか、捜査に協力してくれてる警察とかには一切言わずに、自分が推理で解き上がした犯人が使ったトリックを逆利用して、犯人が向こうからこっちにやってくるように仕向けるっていうのは結構多いんですね。あるいは、犯人がここに現れるだろうっていう場所に待機してて、そのまま逮捕しちゃうとか。これがね、面白いんですよ。しかも、ここまでの段階において、ホームズは自分の周りにいる人に自分が解いた推理の過程とか犯人のトリックは一切伝えずに、周りにいる捜査に協力してくれてる警察とかサポート役のワトソン氏にこれこれこういうことしてくれないか、そうするとここに犯人がやってくるから、何それみたいな、本当に来るのかいみたいな感じなんだけど、ホームズの言うことが一聴していくら変に聞こえるようなことでも、いくつも事件を解決してきて実績のあるホームズは信頼があるわけです。なんか奇妙に思えるんだけど、とりあえずそのホームズの言うことに従う、その見事に犯人が現れるみたいなね、実際に現れるんですけど、相手はねやっぱり犯罪者でね、巧妙なトリックを仕掛けてくるような知能犯、実際相対した時にかなり危険な感じがするんですけど、ここがコナン・ドイルっていう作家のキャラクター作りの妙で、シャーロック・ホームズっていうのは身体能力がめちゃめちゃ優れてて、ボクシングとかフェンシングとかめちゃめちゃ強い人なんですよ。これちょっとずるいんですけどね。だからこの待ち伏せしてて犯人が現れた瞬間真っ先に飛び出すのは大体このホームズ本人なんですね。相手のエル首いきなり掴んだりとか、相手が手に持ってた拳銃でホームズを撃とうとした瞬間にホームズが持ってた無知でパーン拳銃が落ちるみたいな、めちゃめちゃ機敏な動きで、犯人からしてみたらまさか自分が待ち受けられてるとは思っていないから、今日疲れた瞬間ですからね、そのタイミングでこの俊敏な動きのホームズがさってきて掴まれてしまうと。それで相方のワトソン氏とか、まあ、捜査に協力してくれる警察とかいる前で、皆さんにご紹介します、何々事件の犯人の何々氏です、みたいな、そういう流れなんですね。大体周りにいた警察が犯人を取り押さえて手錠をかけて逮捕と。で、次のプロセス、ワトソンに推理を説明。この段階までシャーロック・ホームズは自分が事件解決に向けて進めていった推理のプロセスを一切ワトソン氏に説明してない。で、まあ大体事件の現場からベーカー街に戻る馬車の中とかで、まあそこではこれこれこういう推理をしたんだ、素晴らしいじゃないかホームズみたいな。なので各作品においてこのプロセス1の依頼者を驚かす時と、このプロセス4のワトソン氏に最後に説明する時の2回、ホームズの推理が楽しめるわけですね。でも最後のプロセス5なんですけど、これはね、依頼者が警察だった時、手柄を警察に取られてどうっていうね、これだからさっき読んだ事件現場に行くのを渋ってたホームズの言葉ですね。仮に僕の守備よく事件の全貌を解き明かしたとして、所詮はこのグレグスンやレストレードといったご一党の手柄になるだけさ、そこが一階の民間人でしかない悲しさでね、ここに繋がってくるわけですよ。まあ、このシャーロック・ホームズシリーズの第1作目のヒーローの研究もこのご多分に漏れず、この2人の刑事に手柄を取られちゃうんですね。まあこれはまあネタバレってほどのあれではないのでね、まあ、このヒーローの研究って作品、あるいは今後のそのシャーロック・ホームズ作品を読んでいく上でのお決まりのパターンってことで、まあネタバレってほどでもないと思うんで、一応もうこの作品の最終章のページ読んでいきますと、まあ、このプロセス4に該当する段階ですかね、ワトソン氏にこの事件を解決するに至った自分の推理を説明すると。それを聞いたワトソン氏が、素晴らしい、私は声を弾ませた、聞けば聞くほど君の功績はぜひとも世間に広く知らしめるべきだという気がするな、この事件を手記にして公表したまえ、君がやらないというならこの僕が代わりにやらせてもらう、
まあ好きにすればいいさドクター。ホームズは答えすぐ続けて、それよりもこれを見たまえと言いながら1枚の新聞を渡してよこしたということで、まあこのホームズが解決した事件のことが記事に載ってるんですけれども、まあ、どういった事件だったかっていうのが書かれた後に、今回の手際の良い犯人逮捕の功績がもっぱらスコットランドヤードの高名な捜査官レストレード並びにグレグスンの両刑事に着せられるべきであるというのは公然の秘密である。聞けば容疑者本人の身柄が取り押さえられたのはシャーロック・ホームズ氏なる人物の住まいであったようだが、どうしても素人探偵として犯罪捜査に多少の才能を示したようだから、両刑事のごとき良き死を得ればいずれは両親に劣らぬ技能をいくらかなりと身につけることも夢ではあるまい。両刑事に対してはその功績を称え、近く何らかの評映が行われるものと期待されているっていうねで、シャーロック・ホームズは、胴体、初めに僕が言った通りになったろう。シャーロック・ホームズは笑いながら言った。つまりはこれが我々の重ねてきた全てのヒーローの研究の結末というわけだ。あの二人が評映されるというのかね。してワトソン氏が、いやいや気にすることはないさ、私は言い切った。この僕が事件の一部始終は残らず日記に書き留めているから、いずれは大衆もそれを知ることになる。だからね、それまでは君もただ成功の要因に浸るだけで満足するしかあるまいよ、みたいな感じで、まあ、今後シャーロック・ホームズが解決した事件はこのサポート役助手としてホームズに同行したり一緒に事件解決に関わっていくことになるドクター・ワトソン氏が手記にまとめて公表するっていう形が取られていくことになるわけです。まあ、何を隠そう、このヒーローの研究って作品自体が、まあ、その形になってるわけですよね。